だから旦那さんによっては飛行機をお疲れしてしまうんですよ。そうですね、車で行って、そうなんですよ。ここに来るのもありますよ。あ、すいません、ただあと誰もいないでしょ、そういうのと、いきなり多分言ったら思ってます。なるほどね。あ、全然落ち着いたら、あらかしてなんかしてやっぱ、マイちゃんはマリアで、マサダズマリアが好きよね。じゃあ、名前読んだら来てくれるようになったんですよ。んちんやっぱぶりっこしてるんだよな。結構ぶりっこしてますね、確かに、ね、うん。三毛猫に遊んでる。三毛猫私初めてなんですよ。あ、そうですか。はい、三毛猫なんですけど、なかなか少なくないですか、その種類。やっぱ生地とかの方が多いので。あ、まあ、そうですね。三毛ってあんまり出回らなくて。あ、そうですか。まあ、地域にもよるし。あ、そうか、その地域の遺伝っていうか、多いところは多い。多いですね。日本猫。だあの子たちが保護されたところとか、結構見て多い。あ、そうなんですね。とかね。だから、うん、環境が厳しくて、厳しいのですよ。うん。これは、そうですよ。これ駐車場かつけられた。愛ちゃんとか最初弱いかなと思ったけど。僕のあの近所の人が。元気です。いや、最初弱かったですよ。うん、そうですよね。たまたまなんかこれぐらいの時でもなかなか。そうですよ。なんかその、危かったところだった。最初ちょっと天然っぽい感じで、うん、結構でもなんか、はい、わかりや、それがわかりや、そういうのでちょっと馴染むまで時間がかかって、すごいこう縁がある方がすごいこうだんだん慣れてきて周りの状況を見て分かっていくと対応した、紹介したら、心は。